でももうこういう風に行くこともできるのが今作ってことでしょ。来たよ。ゼルダの伝説、知恵の借り物、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ続いて、オルディン火山もしくはフィローネ出現、そっちの方に行きつつ、リンクは見つけようっていうお話ではあるんですが、一旦ハイラル城に戻ってきておりまして、何かしらのサイドクエスト、その辺がちょこっとこの辺にありそうなので、ちょっとそれをまずは片付けつつ行こうかと思いますが、今受けてるのがこれか。門番の兵士無難によると城下町の兵士の数が合わない、城下町の兵士に怪しい兵士がいないか聞き込みをしようってことで、とりあえずこいつらに喋ろうえんかな。デルダ様こんにちは。私は今日も京都で見張り中。怪しい兵士、怪しい兵士ですか。自分は心当たりありません。ただ西の城壁を見張ってる兵士なら何か知ってるかもしれません。あの人は細かいことをよく見ているので、もし怪しい兵士がいたら気づいているかも。引き続き見張りを頑張ります。西の城壁上かな、あそこ行かなあかんのか。水の塊で、日が邪魔、ちょっと上行かしてな。はっ、お前か。これはこれはデルダ様いかがされましたか。怪しい兵士、怪しい兵士は見てないですね。ただ最近城下町の兵士の数が以前より増えたような気がしてて。ああ知ってるやん。ところでどうして姫様がそのようなご質問を。カクカクしかじかで、兵士の数が増えているかもしれない。では私の感じたことは当たってたんですね。せやな。もし本当に兵士の数が合わないなら装備の数はどうなっているのでしょうか。はあ、我々の装備は弊社で管理しています。予備を使う場合も手続きが必要。なるほど、管理は弊社でしておりますので装備の数を確認するのがいいかもしれません。ってことは変装とかしてるけど、装備に関してはちゃんと実際のものを使ってるってことだよね。それってどこ。怪しい兵士、特に見かけてませんが、ここで目を光らせるので少なくとも城の中は問題ない。弊社はだか、それだか、その場所教えて。おい、場所教えんかい。こっちの大事なやつは見てないです。もし見かけてもすぐにと捕まえすから、もう話にならんなこいつら。どこ、城の中は異常なし言うとるけど、こっちですか。知りませんか。こうしてゼルダ様お声掛けいただけること大変励みになります。お役に立てるようますます頑張らなければ。頑張れ。そうじゃないんだ、そうじゃなくてだな、場所教えてくれんか。どこでしたっけ。こっちも違うな、俺んちやな。おい、何や、ちゃうな。となると外からどっか行ける場所ってことやな。どこだい。とりあえず一旦出るぜ。おい、鳥知らんか、教えてくれんかお前ら。どこや、この辺から行けるとこかな。だいぶうい、一気に出せるようになってきたね。5ゲージまで溜まったやんな。で、あんなところにやったぜ。しかも揃った。あ、2列になりました。ってことはやっぱまだまだボリューム的にはあるってことよね。入れない。どこや、あいつ。あんなところにも。結構やっぱ探索いけない、探索しがいがある感じにはなってんやな、やっぱな。
はっへっ、ぷいで、そこ屋根の上に力のかけら、これで何個や、9、中途半端、ここらへんじゃねえのか、使いねえなあいつ、こん中とかか、お、ぽいぞ、おい、おやじるさんもいかがされましたか、装備の数、お、いけたか、え、装備の数が正しいかですか、はい、管理数は合っております、あれ、ただ壊れて捨てる予定だった装備が一式見当たらない、ほう、外にまとめてあったのですが実際に捨てたものがいないのです、考えたくないですが誰かが持ち出した可能性も、もうそれや、あら、何この BGM は、あ、ゼルダ様、私です、ブランです、もしやゼルダ様も兵士の装備を調べに兵舎に来たんですか、そうです、ブナン、何かあったのか、実は城下町の兵士の数が一人増えているかもしれなくて、何、それが本当なら装備の数も合わないのではと思ってここに来たんです、なるほど、今その話をゼルダ様にしてたとこさ、実はゴミに出した装備一式が行方不明、ゴミ、うん、持ち出されたとしたら、なんだって、それは大事じゃないか、はい、探せ、ゴミに出した装備一式が行方不明、一人増えたと思われる兵士、ゼルダ様、これはきっと、ん、増えた兵士はウギに、それはやばいな、ゴミを持ち出された、はい、何者かがゴミに出した装備を着て城下町の中に紛れ込んでいます、亡くなった装備は兵士が壊してしまって交換されたものなんです、だから装備のどっかが壊れてるはず、なるほど、それは目印になりそうですね、壊れた装備の怪しい兵士、ウギ将軍に突き出さなければ、ただ間違えたら大変ですのでゼルダ様と確認してからにしたいです、壊れた装備の怪しい兵士がいたら私に教えてください、どこだ、お前やったりせえへんやろな、壊れた装備につけていましたか、まだ、確信が持てましたらもう一度、はい、お前は壊れてないわな、弊社にはしばらく自分一人、大丈夫な、めんどくせえなちょっとめんどくせえな、前はい、どうもどうもお疲れっす、壊れたや装備、何基準でそれは、異常なし、こんにちは、あ、それは私のことかもしれません、実は先日訓練中に槍を壊してしまい驚きのあまり大声上げちゃった、騒ぎすぎたせいで周りの兵士たちがドン引き、すぐに新品の槍もらえた、しかも訓練でボロボロになっていた鎧も一緒にですよ、ラッキー、ちょっと怪しいな、一旦ボロボロにはなってたってちゃんと自白しとるからな、あなたは、こんにちは、怪しい兵士、あ、見渡す限りで怪しい奴はいないです、なんでもないのが一番、いってらっしゃい、まったくそれっぽいことも言わへんやつもんやもんな、お前は見てないってことは、やっぱもうほぼほぼあいつで確定ちゃうの、他にそれっぽい話するやつおらんもんな、叫びの外以降城の中は異常なしです、ごきげんよう、姫様と話しちゃった、変なこと考えんなよ、お前は装備の数を教えてくれたやつやんな、ちゃうわ、西の城壁の話 してくれたやつか、ってことはあいつでほぼ確定だぜ、ええんかな、行く、いた、早速確認しましょう、どうやんの、壊れた装備をつけた兵士はどこにいましたか、ちょっと待って、いうん、どこやったっけ、噴水の近くやったっけ、槍っつってた、そんな兵士いましたっけ、何か見落としがあるかもしれません、もう一度確認させてください、あれ噴水じゃなかったっけ、移動してる、もしかして兵舎の中じゃないし、噴水じゃない、これどこって言ったらいいの、こいつ私のことかもしれません、いやこいつなんやけど、
ボロボロになっていた鎧も一緒に。井戸の近くのお前は違うもんな。よくわかんないっす。自分が捕まえるっす。え、場所の指定ができないんすけど。なんかおかしない？答え方がおかしくない？壊れた装備。いや、違うのよ。どれでもないのよ。まあ、強いて言うなら噴水の近くなんやけど。鎧。見落としがあるかもしれません。あ、めんどくさ。どれも違うんやけど。あ、井戸の近くじゃないんやけど。あ、もうなんかわからんけど、なんか行けたんやったらええわ。お、これは姫様、このようなところで一体何を。うじゃくお疲れ様です。例の事件、デルノ様に手伝っていただき、今犯人を突き止めました。お、そうか、さすがお姫様。難事件をサクッと解決ですな。合ってんのかな。ってなんだと、姫様の手を煩わせるなど一体何をしとるんだ。申し訳ございません。ただ借り物がいるかもと思うと誰も信じられなくなってしまい。うん、確かに疑心暗鬼になる気持ちもわかるが、姫様の手を煩わせまいと、うちうちにことを進めていたのですが、結局お手を借りることになってしまいました。大変申し訳ございません。無難よ、犯人を突き止めたと言ったら、私も同席する。ここまで連れてきてくれるか。はあ。いけてます？合ってます？犯人はこの者です。どう？お疲れ様っす。って、犯人って何のことっすか？その壊れた槍が犯人の証、兵士の装備を盗み、兵士の化けた理由を話しなさい。ほんまに？ごめんなさいっす。城や町のみんなを守る兵士の皆さん。いや、先輩たちに憧れて自分兵士のふりしてたっす。ああ、そういう感じ。そんな悪気はなくて。私たちに憧れよ。将軍なんか目つぶってますけど。城下町にいるダチを訪ねてきた時、城下町に叫びが現れたんす。逃げ遅れて城下町に取り残された自分を兵士の人が助けてくれたんす。それまで怖くて動けなかったのに一瞬で心強くなったんす。自分もこんな風にみんなを守れる男になりたいとそう思ったんす。それを聞いてる義将軍。君の気持ちは分かりました。でも君のやってることは。その勢いよし。義将軍、確かに兵士のふりをするのはダメだ。それは兵士たちの信頼を落とす行為にもなってしまう。それはそうっす。すいませんっす。だが守る側に立とうとしたその息、そして自分なりに考えて行動に移したこと、どちらもハイラルを守る兵士にはなくてはならぬもの。君、名前は何という？はい、俺の名前はカクト。君がどうしても兵士になりたいというのなら、私からハイラル王に伝えておこう。なんか急に推薦。いいんすか？お願いしたいっす。じゃなくてお願いしますっす。喋り方がなってないぞこいつは。でも海将軍、お言葉ですが、試験もなしに兵士に任命するの？無難、お前もこの者のさっきの言葉を聞いただろう。それに熟練の兵士たちの目をかいくぐり紛れ込めるのなら素質はあるんじゃないか。うん、兵士で向いてる。でもそれ、まあ問題はないわけじゃない。訓練は人一倍厳しくしていくぞ。なるほどです。格闘とやら、これは大変だぞ。無難先輩、自分頑張るっす。よろしくっす。へへへ。口の聞き方から教えなあかんな。ああ、同じこと言ってる。まったくも、まずは言葉遣いを直さなきゃですね。せやで、姫様、ご協力いただきありがとうございました。こちら俺です。どうぞ受け取りください。何ですか、卵。なんで。では姫様、我々はこれで。確定を、最初の訓練だ。こっから城まで一っ走り。地下。すぐそこ。すぐそこですけど。受けました。まあ、一応何かしらのサイドクエストはやっておこうというところで来たので OK かな。まだまあまあ他にもね、サブクエ、サイドクエストいけてないのもいろいろあるんだが、まずはあっちのシナリオも進めてまいりましょう。あえて火山は後回し。出現は何が出てくんにゃ。どうもー、これはゼルダさん、お疲れ様です。王様の命令、叫びの現れた地域を調査中。様子を見に行ったのですか。しびれてしまう魔物や不思議な種族、その辺やね。何で行こうな。何が向いてるのか。ファイアキス出しといて。あ、フィローネ出現。
雰囲気出てるね。ブレワイにこんな場所あったもんね。なんかいやらしいタイプの出来そうやな。こいつらも全部借り物化できるとしたらどうなん。多いけど捕まんやつおない。この辺りあちこちに裂け目があるみたい。まず大きな裂け目から行ってみる。当たり前。わお前か。めっちゃでっかい水ゾルがどうたらとか言ってさ。こいつは何で。ほれほれ。あらあれあれ楽勝。あれ倒したけど、あれ借り物ができひんかったな。ちげえのか。ほらパリーン。ういあはん。いやこいつは普通に借り物できるし、なんで水ぞろできへんかったんやろ今。しとしとん。カエルのような魔物、雨を降らせるために歌を歌う。へえ。雨あーでもこいつ火山とかに、うわ気持ち悪い、なんか出てきた。火山とかで使えたりすんのかな。雨降らせるぐらいやから。ほい肝ヘイジ。普段は地中にいるが背負ったキノコに近づくと地中から飛び出してくる。いやあこんなやつおったな。ほれうわキモー。え何の声今の。あちゃうわこいつなんかキャラやな。どけお前。いやなんかできるわけじゃないのか。あ話した。ピピあんたよく見るとデクナッツじゃないっぴ。あんた見たとこおのぼりさんっぴ。聞きたいことがあれば教えてやるっぴ。何それ。ここはフィルネ出現っぴ。厳しい世界っぴ。怖いとこっぴ。弱いやつはあっという間に淘汰されて絶滅しちゃうっぴ。なんじゃいデクナッツ。時代を先取りし続けるクールなやつら、それがデクナッツっぴ。しかも可愛さも兼ね備えてるっぴ。自分で言うか。我ながら罪な種族だっぴ。横にいるやつは地面に潜るマニアックな遊び。最中っぴ。どうしても話をしたいなら引っこ抜いてみるといいっぴ。そんだけ。まあ適当に過ごしていくといいっぴ。引っこ抜く。無理やで。あれ。あ。うん場所。時間お前じゃお前じゃねえわ。なんか一瞬話すって出んやけどな。引っこ抜けませんけど。おいおい、いらんわこんなやつ。死んでまい。無視ザコメ。これでなんかありそうな場所やけど、とりあえず進んでいけばいいか。マップ的にはあこっちになんか村あるっぽいな。まあでも行くか。まずはわあ何この裂け目。まっすぐ。いやうわースパイダー。でもってまたお前ら何してんの。ん？は建物の中に裂け目ができてるみたい。それはわかる。入り口作れそうか。僕見てくる。いってらっしゃい。どうかな。帰り。やっぱり入り口を作れそうな場所あった。でも扉閉まったままじゃゼルダ入れない。え、ピピピ。さっきからそこで何やってるっぴ。そんなとこで突っ立ってても、ごちそうどころには入れてやらないっぴ。ごちそうどころ。なんか言ってますね。ごちそうどころ。ははん、その反応の薄さ。さてはこの辺に来たばっかりの田舎者っぴ。バカにしてんのか。お前の方が田舎者やろ。仕方がないなら教えてやろっぴ。
ごちそうどころっていうのは会員制の食事どころっぴ、スイーツ食べ放題の最高空間だっぴ、中に入りたいな会員証持ってこいっぴ。といっても会員証は全部他のやつらに配っちゃったけど、どういうこと。とにかく会員証がないと中には入れてやらんっぴ。分かったらあっち行くっぴ。もう裂け目出てんのにさ、すぐそこなのに。会員証ってどこにあるのかな。何よりもお前ら裂け目気にならんのか、ええのか。このまま、あ、こっちからも行けそうやな。おい、こらこらこら、イエス、はい、ゴーマベビー、あ、飛ばしてもらった。ゴーマベビー、これか。ネバついた糸を出し相手の動きを奪う。糸は火に湧く、よく燃える。出すで。電気には、はあんま聞いてませんけど、倒してる。一応ダメージはあったのね。バズブロブ、強い電気を帯びながらゆっくり歩き回る。水に入ると鑑定範囲広がるので要注意。強そうやん、ちょっとそれ強そうやん。でなんとなくは村に行かなあかん気はするけど、なんかこっち行けるかい。この辺なんかあるかい。のぼて、あ、スタンプ何個目や。あと1個か。火山まで行かなあかんっぽいな、そうなってくると。まだもうちょっといろいろやらなあかん感じやね。よし、これはアキンドナッツスムージー屋さん世界一美味しいっぴ。紹介しとるし行ったろか。デクナッツタウン、あんたこの店のスイーツ飲んだことあるっぴ。何、ここの店で飲める最高のスムージーのことっぴ。てかここが、そっか、あいつらの故郷ってことか。そう思うと、ただこの辺に住んでるやつ今はみんな綿あめに夢中っぴ。でもどれだけ人気がなくともスムージーはおいらが買い支えてみせるっぴ。頑張れ。で、あ、ここですね。アキンドナッツのスムージー屋さんにようこそだっぴ。お客さんの手でうまいスムージーが作れる夢のようなお店だっぴ。やり方は超簡単、素材を2つ選ぶだけ。早速行きましょう。結構久しぶりやけど、なんかおもろいのできるかい。オーダー入ったっぴ。たまにまずそうなやつもできるからな。どうだい、完成っぴ。いろんなパターンがあるんかな。発酵かぼちゃスムージー、なんかこう追加効果がなんかあんまり俺には刺さってないのが多いんやけどさ。リンゴとミルクでどうでっか。はい、パラーン、ミルクミックススムージー。あ、そうそう、こういうシンプルなやつでいいんやけど、そんなに回復量なくてもいいんやけどな。5、6個回復ぐらいでいいんやけどな。1、2、3、4、10、ん、できてるっぴ。目標達成だっぴ。これだけメニューがそれば他のお客さんも選びやすくなるっぴ。ありがとうさんだっぴ、レシピを増やしてくれた俺っぴ。お前らみんな共通なんやな。何これ、見渡しレンズ。え、こんなもの、物を壊した時や魔物を倒した時にスムージーの、おい、もっと早く来るや。まあ、でもジャンプ高ナール優先的につけるけど俺は。お客さんに頼んで本当によかったっぴ。これでメニューの数は十分と言いたいとこだけど、味を占めちゃったっぴ。さらにメニューを増やしたくなったっぴ。でしょうね。10、いや20、新しいレシピを20個作ってほしいっぴ。お客さん、俺はするからぜひ協力してほしいっぴ。頼むっぴ。まあ、また頑張るわ。ゆっくりゆっくりやっていくわ。で、今さっき取ったのが、どれだ？こっちか。装備品やから、2個装備できへんのかな？あ、前のやつもこれ装備できんやね。つけられるアクセリーがいっぱいです。いや、ジャンプは便利やからな。
まあでもこういう系はつけたくなるよな。うん、どうした？あ、わたあめ夢中だっぴ。うまいっぴ、うまいっぴ。あ、すげえみんなして。魔物が出した糸なんてって思う。あ、そうなん？わたあめにしたらすこぶるうまいっぴ。ちょっと気持ち悪い。ごちそうところに黒いイガイガが出たときはどうしようかと思ったけど、そこから出てきた大雲様がこんなにうまい糸を出してくれるなんて、ほんと最高だっぺ。ぺ。魔物が出した糸食べてるんだ。気持ち悪いね。みんな口の周りベトベト。食べ方汚い。ゼルダは食べないよね。俺が食べたらちょっとおもろいやろ。これはパッ取れない。すん、ただのバターパクっていきます。黒いイガイガのそばならわたあめ食べ放題らしいっぴ。黒いイガイガってなんや。北のごちそう、あ、会員証ください。ハート池にいるやつが確か会員のはず。ハート池、ハード池はここから南西の方にある恋とか愛とかのスポットだっぴ。ポッ、なんか言うてるっぽ。サイドクエストもあるっぽ。うん、絶対関係あるっぴ。気になって仕方ないっぴ。うん、その服装のたたずまい終わるにはわかるっぴ。あんた相当な田舎、もうバカにされてるわやっぱこいつら。そんな田舎者なあんたは雨を見たことあるっぴ。フィロネ湿原はお日様だけでなく雨粒も浴びられる素晴らしいところなんだっぴ。でも最近気がついたんだっぴ、雨は何かの鳴き声の後に降ってることに。あのカエルや、絶対間違いないっぴ。これはもう調べるしかないっぴ。こいつの前で降らさなあかんのか。この話聞いてあんたも気になってきたっぴ。わかるっぴ、興味津々の顔だっぴ。協力してこの謎を突き止めるっぴ。いや、一人で困ってたから助かったっぴ。では雨と関係ある鳴き声のやつおいらの前に連れてくるっぴ。偉そうやなこいつ、何様やお前。雨が降ってるところに絶対いるはずだっぴ。おいらは忙しいからよろしくだっぴ。あ、こいつだっぴ。はい、終わり。ほら雨降ったで。この鳴き声だっぴ、間違いないっぴ。雨だっぴ、鳴き声と一緒に雨が降ってるっぴ。やっぱりこの鳴き声雨を呼んでるっぴ。大発見だっぴ。おいら気づきの天才っぴ。我ながら惚れ惚れするっぴ。調べてくれてありがとうピ。これは俺ピ。どうもビリビリンゴ。しとしとの鳴き声が雨を呼ぶ。おいらの考えは正しかったんだピ。すっきりしたピ。終わり。早かった。もっとなんかあるかと思ったけどそんだけあった。でハート池南西見えん。あ、遠、結構向こうの方まで。あ、スタンプあった。これ溜まったんじゃないの。おい、また追加スタンプ多分出てくるな、この感じ。どうも、それ欲しいんですけど、そのパラシュート。うん、僕サップマン。まるでこの方ひたすらスタンプ入らぬのスタンプにやと僕のこと。またまたスタンプ溜まったんだね。それじゃ約束通りご褒美あげちゃいます。ん、カード2枚コンプリートするなんて君才能感じちゃうよ。んー、なんかしょぼいな。黄金の卵ってそんななんか使えんのか。嬉しくなっちゃったし、僕の知られざる過去でも語っちゃおうかな。マジあれ反応がないぞ。もしかして反抗期ってやつ。反抗なだけにスタンプな。じゃあ次のスタンプカードもあげちゃおうかな。また来たわ。あ、でも上級者になった。もう最後かな。じゃあこれがスタンプカード。インクの色が綺麗に出る紙で作られている。 OK。 はい、それじゃあご一緒にレッツ、うん、スタンプラリー。流行らへんやろな。さあ次のスタンプが君を待ってるぞ。ご褒美は君のものだ。ふうふうふう言うてます。わ、あ、サメと、あれはさすがに。てい、倒せへんよな。あ、倒せる？倒せるなら。
倒してえけど。ほら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 、あ、倒せるわ。意外。アナモネア。フィロネシアに生息する大きな植物の魔物。花粉。強いんか。これ。ヒレピラニア。長いヒレを持つ凶暴なピラニア。視界に入ったものはどこまでも追い続ける。やからお前外出てきとんのか。アホなやつだよな。こっちもなんかありそうやけど、まずは素直に行くか。こらこらこら。でで。鳥。わ、なんか強そうなんもいるやん。それは。おいで。お、金溜まってきたな、そこそこ。来いや、降りて。来んか。お前は新しいやつではない。火がつかへんのか。かわいそうに。で、火にここがだから弱いけど、火がつかねえんだな、こいつがおるから。登らせい。ほいほいほい。よー、これで雨やんだだね。そういうことや。はー、で、ここ違う。いいよ、燃えた。あ、俺も燃えてるけど、キモいよ。もうめっちゃ燃えてく。ほいほいほい。よし。で、リンゴかーい。ただのリンゴかーい。あ、ちゃ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 。 OK、 でもいけている。で、あいつをちょっと倒してみたい。まあまあ増えてきましたな、また明かり物が。そこ、うん、ふん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 。ザコメが。OK、リザルフォス。よく研がれた槍を携えたハンター。素早い動きで獲物を一突きにする。行け。どっちがどっちかわからんようになるね。勝てよ。負けそう。負ける。でもこっちなんぼでも出せる。やれ、ちゃんとやれ。時間かかるな、相変わらずな。絶対なんかあるな、ここな。ああ、そういう出方。ありがとう。あ、ちょうど減ってたところやったから助かるわ。何やこの場所。ここじゃないのよな、全然な。でも、もうこういう風に行くこともできるのが今作ってことでしょ。来たよ。ほれ、ハート池もめちゃめちゃ裂け目に飲まれてるやん。うん、ピーン。どうした、待つども、待つども、あの子がいつもでも来ないっぴ。オイルのこと嫌いになってなったから、ピピーン、ピーンです。なんか言うてるで。困ってるみたい。あの人、会員証のこと何か知らないかな。うん、困ってるのにな。うわ、ひどい。ピーン、すごい騒いでる。とりあえず会員証だけよこせというスタンスのゼルダと通り。 OK、 シルベ登録で。どうした、あの子いつもでも来ないっぴ。おいらのこと嫌いになったから、ピーンって言ってるやつに会員証だけとりあえずちょうだいって言うゼルダ。今それどころじゃないっぴ。なんで来ないっぴ。ほら、まずはだからこの裂け目入って、なんか助けてこい的なやつやろ。行こうぜ。ピーン言うとるから、あいつずっと。あのピーンをまず何とかしたらなあかんから、行きましょう。ピピ、あんたそこに何してるピ。反応した。その名何ピ。
もしかしてその中にあの子がいるピーやどうかな。それはわからないけど、いや聞くまでもないピー。おいらの頭の葉っぱがそう告げてるピー。便利な葉っぱどいてピー。あの子がおいらを待ってるピー。今行くピーたピー。あへへへ、あゼルダ行こっか。その感じで大丈夫か。行きます。あですけど、閉じ込められてる仲間の気配がする。全部で5つ。また探すやつやな。みんな助けられたらこの裂け目を消せる。オッケー。これがあの子？あ、やっぱり動けなくなってる。ここで動けるのはゼルダとリンクだけ。外で待っていられないなんてよっぽど心配になったんだね。ん？外で待っていられない？どういうこと？飛び込んじゃったってこと？ハート池に。うわぁ、なんかキモ。これは、これまた立体的な感じが分かりにくいな。倒せ。倒せ倒せ。あいつ倒せ。これどう登んにゃ。落ちてきてます。デグババレベル2。大口を開けて食らいつき敵を丸呑みにする。硬い頭は相手の攻撃を弾く。強いんやろうけど動けへんのかな。めんどくせえよな。とりあえず1個目。あと4つ。ほい、だあ、あいつ喧嘩打ったろ。はい、やめて。殺してやるから。お前があるんやからな。で、上上がって、よし、ハッ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 、ジャンプ。んー、やっぱジャンプの高さあるやつ欲しくはなるな。倒して。火がすごいけど、ういっ、これで2つ。で、ここを、そんなところ、いける？そこ、そこ、いけてるね。よし、意外と簡単。3つ。あとが、マップ的には、ん？ある？ん？危ない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 、バカーン。ちょっと待って、あとどこや。およ、やばい、飛ばなあかん感じなんてモテる。あと2つどこや。久々のベッツ。どっか行けるところ、そっちか。まずは上上がって、はい、でそっちやね。へい、出せる数増えてるから。ほら、ん、なんか怪しいな。潜る、あ、そういうこと。でなんか久しぶり、うん、いけない。ここを下に行って、何それ、そこ爆弾か。ツンツン、いやむずいな。ツン、ここも上がる。ツン、チュイチュイ、うん、あっ、え、むずいなそれ。爆弾系無理じゃね。出して、押せ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 押させ、押せへんのよな。はっはっ、お、チッチッ、遅いよな。どうやって
どうやって行くのあそこ。先に倒そう。あら、大丈夫その感じ。どうなるそれ。あーえぐー。爆弾ボマーってズン。爆弾ボマーをあそこの位置に持っていくのってどうやったらいける。なんか時間かけて爆弾するタイプのって持ってないよ俺。なんかで止めなあかんのか。そんなことできる？投げ、てい。じゃあ遅いんやもんな。てい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 。ってやって動かへんのよな。あら。これの取り方が。ちょっとめんどくさそうやぞ。他に爆弾系って持ってないもんな。なんかあとはせき止められる系。めんどくさ、ここめんどくさ。そうなるわな。でこれも数出してたら無理やから。上向いてすんってやっても、ほっ、爆発せえへんのよな。あいつが反応してくれなあかんから。めんどくさい。ブローボールを滑ってく。水ん中がそもそもあかん系ばっかやもんな。頭働かない。他になんか、おい、無理やんな。あとは俺自身がなんか無理よね。どうやっていくのここ。これあれか、あれや、こうしてこうや。はい、余裕でした。嘘です、余裕じゃなかったです。めっちゃ時間かかりました。これで5個目、全部ソロだよ。トリソロだよ。この無の世界にいる僕の仲間みんな見つかった。これでこの裂け目も消せる。でここはでも関係ない、ハートの池やから。あいつら出会うだけ。まあ会員証もらえたらいいんか。とりあえずはズビーン。どうやさ、どうやさ、どうやさ、どうなった。仲間たちが僕に力を分けてくれた。ちょびっと、あ、でもレベル増えた。意外とこのちょびもええ感じ。できること増えたみたい。お、少ないあれでいけるやん。ええで。ナイス。ありがとう。12個。それじゃゼルダ元の世界に戻ろう。で、頭の上乗るやつ。よし。さあ。あいつらカップルっぽいのは。どうなったんだい？行けたかい？
ただいま。どうだ？あ、うん、ここは。ああ、やっと会えたピー。黒いイガイガが突然広がって、裂け目のことをイガイガ言うとったんか。うん、何があったかよく思い出せないピー。ピー。ピー？うん、どうしたピー？待てども待てども来ないから嫌われたのかと思ったピ。まさか君を嫌いになるなんて絶対にありえないピ。マリピ、本当ピ。うんうん、もちろん一番大切なのは君だけピ。言うね、俺が見てるのを気づいてる、うん、照れちゃうピ。あ、その唇的な部分、うん、くっつけはしない、うん、解決したみたいなのかな。ええのかな。ねえ、ごちそうどころの会員証持ってない。持ってたら僕たちにくれない。会員証持ってるっぴ。でもこの子とごちそうどころに行くつもりだから、あれ、渡さないっぴ。あ、でもフィローネ湿原の南の隅っこにビノビノってデクナッツいるみたい。うん、家のそばに黒いイガイガが出たり会員証持ってたりいろいろ恵まれてるやつっぴ。お願いしたら会員証ぐらい譲ってもらえるかもっぴ。はあ、フィローネ湿原の南の、もう一個行かなあかんのかい。そこに行けば会員証もらえるかな。行ってみよう。まだ行かなあかんかった。前ら、もう置いてかないでピー。当たり前ピー、君置いてくなんてもう二度としないピー。出れちゃうピー。また言っとるわ。ほら、オッケー。じゃあとりあえずはこっからまだまだ、んー、なんかやってかなあかん感じっぽいんで、ああ、仲良くしとけよお前らはな。そんな感じで、じゃあこの続きまた次回プレイしていきたいと思います。んー、結局南の方って、んー、この辺の裂け目も解けってことかい。頑張るわ。それではまた、よろしくどうぞ。